4年生大学ならではの成長を感じられる部分が魅力だと思います。保育士資格や幼稚園教諭免許の取得のための実習があるのはもちろんなんですが、それ以外での体験的学びやゼミ活動があるので、学生の皆さんの成長をいつも感じています。教員が様々な専門性を持ち、学生の成長を支えているというところも魅力です。卒業時には自分の興味関心を深めて何かを達成できたという実感を持てると思います。保育は子どもの成長を支える仕事ですが、子どもと共に自分も成長したいと思える方はぜひ子どもコミュニケーション学科に来てください。